ペラムパークウェイ駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ホワイトプレーンズロード線の駅である。ブロンクス区ペラムパークウェイのホワイトプレーンズロードとペラムパークウェイの交差点に位置し、2系統が終日、5系統がラッシュ時混雑方向のみ停車する。南広報無駅は1917年3月3日の IRT ホワイト プレーンズロード線177丁目駅東219丁目駅間の延伸開業と同時に開業した相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、急行線は定期旅客列車の設定がなされていない。1976年、エクソンモービル社からの資金提供を受けて、当駅には匠でユーモラスな落書きの アートワークが設置された。また、2004年から2007年の改修中に、富江新井の制作したアートワーク、バックツーザガーデンが設置された。これは、駅近くにある動物園や、植物園からインスパイアされた動物や、植物のイメージを描いたステンドグラスにより構成されており、ホームの壁に設置されている。駅には2つの駅舎があり、どちらもホームの下にある。 終日開いている改札口のある駅舎は南端にあり、南北ホームからの階段とエレベーターが改札口まで接続しており、改札口には回転式改札機がある。また、南高ホームからはエスカレーターも接続している。改札外にはペラムパークウェイ南側道路とホワイトプレーンズロードの交差点南西に階段とエレベーターが一つずつ。 同交差点南東に階段一つと、上りエスカレーターが一基接続している。南北ホームから改札口への二基と改札口から、交差点南西への一基の、計三基のエレベーターにより、この駅は ADA に準拠している。1990年代後半に改装された、北駅舎は、各ホームから二つの階段が接続しており、ペラムパークウェイ北側道路とホワイトプレーンズロードの、 交差点北西、同交差点北東の2カ所に、それぞれ一つずつ階段が接続している。ありがとうございます。